平年と同じ日だった去年より5日早い観測となりました今朝は県内で冷え込みが強まり最低気温は丸森で0.3度、月立てで0.9度、駒の湯で1.2度、仙台でも6.5度まで下がりましたその後は晴れたこともあり、昨日に比べると冷たい北風が弱まりました